おこんばんは。パシェタこんばんは。みんなこんばんは。福ちゃんお疲れ、ニコありがとう。トトさんお断りです。こんばんは。やっほー、帰宅いたしました。パセリでございます。本日も配信を見てくださってありがとうございます。よいしょ。ゆうたくん、かわいい10個ありがとう。いっちゃん、お疲れありがとう。ゆうたくん、お断りかける10です。ありがとう。こんばんは、皆様お元気でしたか。今日も一日、昨日は配信終わって仮眠をしようとしましたら6時間経っておりました。ちなみにカーペットで6時間仮眠をとっておりました。仮眠とは一体何なんでしょうか。起きたら4時でした。びっくりした。ちょっとここの髪の毛がボサボサになっちゃって、マスクでさ、ここの髪が折れてきちゃう。お元気？よかった。みんなが今日も笑顔で過ごせたら嬉しいです。私も爆睡して、昨日メールで、この後も覚えることあるから眠気を覚ます方法ありますかって聞いたら、一旦仮眠を取ったらどうかなみたいなのがあったから、仮眠を取ろうと思って仮眠を取ろうと思って寝っ転がったんですよね。これ引いてこうやって寝っ転がったらもう4時だった。寒かった。昨日はもうすごく睡魔がすごくて、でも今日は全然元気でした。いっぱい寝たからよかった。無事、昨日ロケでリハに出れなかったので、そことかちょっと大丈夫かなと思ったけど、しっかり大丈夫でした。よかった。こんばんは。ちょっともう髪もボソボソなんですよ、踊ってきたから。明日はね、奈々さんの STU として最後のラストコンサートが、最後のラストコンサートってもう日本語がおかしい、 STU としてのラストコンサートがあるので、神戸であるんですけども、配信もあるのでぜひ皆さん見てくれると嬉しいです。奈々さんはもちろんだけど STU のメンバーにもちゃんとスポットライトが当たるようになっているので、ぜひ見てください。ナナさんのね、STU の衣装とか着てる姿を見るのも最後になっちゃうと思うので、ぜひご覧ください。ませ。ご覧くださいませませ。見てほしいな。ぜひ。明日は行けそうな感じです。お、気をつけて来てください。ありがとう。配信で参戦するありがとう。こんばんは、見るよ、ありがとう、見てくださいぜひ。今日さ、長袖で行っちゃったからね、めっちゃ暑かったんですよ、汗かいて。だから明日どうしようかな、何着て行ったらいいかな、リハーサル着何を着て、荷物増えるからリハーサルの服でもう行こうと思ってるんですけど、何がいいかな。でも明日雨なんですよね。雨だからね、寒いよね明日。悩みます、どうしようかな。みんなはどんな服で出かける予定ですか。明日はお仕事とかライブとか用事とか、どんな服を着る予定ですか。決まっていませんか。
久しぶりに来ました。お、ありがとうございます。嬉しい。今日はもうリハ終わりでボサボサなんです。ちょっとマスクとかしてたからもうボサボサで。ふんどしで行くの？やめとき。捕まるけんやめとき。職質されちゃうけんやめとき。こんばんは。家で寝巻き参戦いいね。お家でいいですね。まったり温まってみてください。コキンさんハートありがとう。昨日今日はすっごい暖かかったんですよね。広島、東京は今日より10度以上寒くなるらしい。え、めちゃめちゃ寒くなるじゃんそれ。待って待って、じゃあ広島も神戸も結構寒いかな。それやったら下に半袖着て上から上着とか着てた方がいいかな。どうしよう。そう、隠れが今日の18時に更新されてますのでぜひご覧ください。またお知らせします。多分今日の STU の公式ツイッターはお知らせラッシュなんですよ。だから隠れ家のツイートを引用しようと思ったけどまだ上がってなかったので、私が見た時は。だからまたお知らせします。高崎彩子の隠れ家第5弾出てます。これからの、 あの4人の配信で何をするかっていう会議をしました。でもあれ結構もう前なんですよね、撮ったのが1月とかだから何話したか全然覚えてない。ラッキーセブンシート、お、ナナさんのやつだ。みんなは席はどの辺なんだろうか。カーディガンね持ってますね。いっぱい持ってるけど全然着ないですね。なんかカーディガン着るタイミング難しいなと思う。寒い時は厚着して上着着るし、暑い時は半袖だし、中間時に着るのか。黒さん花束ありがとう。こんばんは、お疲れもありがとう。凛太郎さんハートありがとう。企画会議の回しはパセです。一応なんか順番なんですよあれ。高崎彩子でサーヤンの自己紹介の時パセが回ししたからっていう順番で、だからまた最初に戻ってパセになったけど、まあみんな喋ってるのですっごい緩いんですよね。本当にゆるゆるコンテンツですねあれは。明日コンサートが19時開演なんですよ。7時開演で、まあ、ナナさんだから7時なのかもしれないけど、でね、STU の現在のメンバーで一番最年少のメンバーがさこちゃんなんですけど、さこちゃんがあの中学生なんですね。まだギリギリ3月いっぱいまでは中学生でして、あの9時までしか出れないんです。で7時に開演するってなって、ライブとかって大体2時間とかじゃないですか。だから明日雨だからさ、入場とかがちょっとバタバタして開演が遅れちゃうと、さこちゃんが最後とかの曲に出れないくなっちゃう可能性もあるので、だから無事ねさこちゃんが全部出れることを祈りたいですね。そう、さこが若いから、まあ、私も私はもしかしたら21時までかもしれないんですけど、皆様ぜひぜひよろしくお願いいたします。シャコー、黒さんかわいいありがとう。今日は木曜日か、木曜日か、今日明日金曜日だもんね。平日か、平日、わー平日感はないな、年中ない。 STU 入ってから曜日感覚が本当にないですね。よろしくお願いします。明
あ、そっか、明日は金曜日。そうだね。そうじゃん。今誰が出てますか？南さんの回？今南さんが出てるやつ？今日帰りにさ、あ、待って、まず今日は昨日ソロハさんに会えなかったんですよ、私ロケだったから。そしたらソロハさん急に抱きついてきてくださって、また今日も、でも一昨日会ったのよ、一昨日会ったのに今日も抱きついてきてくださって、あの昨日いなかったから寂しかったって言ってめっちゃハグされた。かわいい、めちゃくちゃ甘えん坊だった今日も。毎日甘えん坊でいてほしいです。昨日も私がロケから帰ってくるときにソロハさんから、あのスタバの新作のコーヒー牛乳のやつ飲んだよっていうね、写真が来たんですよ。写真だけが最初来て LINE で、えっと思って、で飲んだよみたいな書いてるコメントも来て、え、誰とだろうと思って、2個なってたんですよ、2個写真に写ってて、そのスタバのカップが、え、待って、これ沖さんの可能性あるとか思いながら、え、いいですねみたいな気になって、まあ、専用感出して返信したんですね昨日。え、いいですねみたいな、私もフルーツ牛乳飲みたいですみたいな送って、寝る前にブログ開いたらアリちゃんさんだったから、あ、アリちゃんさんだったって思った、アリちゃんさんだったと思いました。そう、誰かなと、いや、沖さんかな、仲いいしなとか思って、アリちゃんさんでした。で今日はそのいっぱいなんか寂しかったよって言われてめっちゃ抱きついてくださって、で帰りも2期生は先にもう帰って、先輩たちがまあちょっとあのリハあとあるみたいな感じだったんですけど、その時にソロハさんにこうやってバイバイってしたら、なんか近づいてきて抱きつかれて、あのエネルギーチャージみたいな言われて抱きつかれて、この後も頑張るからみたいな言って、なんか抱きつかれて可愛いと思った、めちゃめちゃ可愛い。そういうことさあんまりされないから私可愛いですね。やすべえさん、ももカステラ10個ありがとう。そう、甘えん坊でした。なんかもうマスクでさ化粧が崩れやすくなってるから、ちょっと触ったら肌が赤くなっちゃう。で帰りね、帰りはわざわざ、あの普通さ「お疲れ様です」とか言って帰るんですけど、「お疲れ様です」「お疲れ様です」とか言って帰るんですけど、私はあのあれだからちょっとおかしいから「沖さん」って呼んで「お疲れ様です」って言って帰ってきた。全然呼ばんくていいし、なんなら沖さん書き物してたのに、書き物のなんかお仕事してたのにわざわざ呼んでさ、顔を上げさせてさ、沖さんのこの首の筋肉を使わせてさ、お疲れ様ですって言って帰ってきた。もう申し訳ないよね、疲れって言われました。安部さん、花束ありがとう、お断りです。黒さん、タコありがとう。そう、首の筋肉とかさ、目のこのまぶたの動きとかさ、申し訳ない、口の声を発する労力を使わせてしまいました、お疲れ様ですに対して。すいません、明日も会えるっていうのに、なんかメンバーとさ今日一日リハしてて、そういう時に帰る時ちょっと寂しくなるんですよ。家に帰ったら、あ、一人だってなって寂しくなるから絡みたくなっちゃう。今日私はあやぱんとみちさんが喋ってるところを隠し撮りしました。あ、パンちゃんとみちさん喋ってると思って、なんかあんまり二人喋らないんですよ。パンちゃんの推しメンがみちさんで、でもパンちゃん緊張しいだからあんまり先輩に行けないですね。だから、あ、珍しいと思って写真に撮った。
ちゃんと嬉しそうだった。パンちゃんニコニコしてました。可愛かった。でバレないように後頭部から撮りました。クロさんサラありがとう。まだ送ってない写真、まだバレてないと思います。私もなんか撮ってないふりして撮ったからなんか休憩中にあのパセとパンちゃんで喋っとったらみちさんが近くにこう来ておしゃべりしてたから撮った。もうすぐ恋ラジ感謝祭ですねみたいな話をしました。何するんですかねみたいな、楽しみですねみたいな話とか、あと何話したかな。なんかねパンちゃんがなんかいつもさ私がパンちゃんパンちゃんって言ってるじゃないですか。でも今日パンちゃんがみじさんに対してなんかいい匂いしますみたいなことを言っててすごい仲間意識を感じた。あ、パンちゃんもおしめを前にするとこういうこと言うんやと思って、すごいね共感しちゃったなんか笑い方もなんかいつものパンちゃんの笑い方じゃなくてちょっとなんかえへへみたいな、でへへみたいな、なんかもう出ちゃってた、好きって感じが。いい匂いしますねみたいな、なんかそんな笑い方してました。初めて見るパンちゃんの推しメンを前にした時の顔って感じですごい可愛かった。で今日ね千穂さんがお誕生日だからあのリハの後にこう奈々さんがケーキを持って登場してこうやってハッピーバースデーのおめでとうの会を開きました。千穂さんおめでとうございます。二十歳が大吉さん可愛い、ありがとう。そう千穂さん20歳。なんかね千穂さんと私ねいつもいつもケータリングのとこで会うんですよ千穂さんと私で。いつも私がお疲れ様ですって言ったらパセリいつもケータリングでしか会わないよねって言われる。いるって他のとこにいる、いつもいるよねケータリングにって言われるんですけど、たまたまなんですよ本当に。私もケータリング行ったら絶対千穂さんがいるからお互いがいる時にちょうど会うだけだから、私がいつも居座ってるわけじゃなくてそういつもねあのお話し会の楽屋でもそうだし、事務所でなんかスタッフさんたちがさロケとかについて行ってどっか行ってそこでお土産買って来てとか、あとはなんかそういうお仕事先でもらってきたお菓子とかが事務所にあったりするんですけど、たまにそこでも絶対会うんですよ千穂さんと。だからもう私も千穂さん何にしますか今日はみたいな感じで話しかけちゃうしんちゃんさんハート100個ありがとう。レインボースターもありがとう。明日に備えて関西しました。おお、気をつけてきてください。ありがとう千穂さんね、おめでたい20歳。なんかさサラちゃんさ推しメンと成人じゃないですか一緒に、めっちゃいいよね。成人のイベントも推しメンと一緒だったし、めっちゃ羨ましい。さやちゃんあの僕恋でも推しメンとユニットしてるし、あのユニット課外活動も一緒だし、めっちゃいい。食いしん坊なのかな私。私は食いしん坊だよ、もう認めます。そうサラちゃんねこの前そう田島メールさんのそうなんか前の日か2日前ぐらいに卒業公演行くんよみたいな聞いてたから、
楽しんできてねって言ったのよ。そして感想も教えてくれました。でね、あの田島メルさんの卒業公演に上本さんだっけが来てて、私さニックネームで呼ぶからさ名字を改まって言うと合ってるか分かんなくなる。チーズ、そうずっとチーズって呼んでたから、そう、梅本泉さん、そう合ってるよね名字、チーズか梅って呼んでたから、なんか改まってさ名字呼んだら合ってるか不安になった。そう、梅本泉さんがいらっしゃってたらしくて、でね、その写真を見た日からなぜか夢に毎回出てくるんです出てくるのよ夢に。今日も出てきたんですよなぜか。そう、田島メルさんのさガチ恋の一人でしたよね。なんかあれ、ピーちゃんとその梅本泉さんが好きみたいなガチ恋でしたよね。懐かしいと思って。そう、私博多に行き推しだったので、そう、もうニックネームで呼んじゃうからさダメだよ。ちゃんとそのモードは封印して、先輩だからね。懐かしい、いろいろなんか懐かしいなっていう顔ぶれが集まるじゃないですか、卒業公演とかって。こんばんは。いや、そう、サラちゃんの方が私より詳しいんだよね。だってこの前コンサートに映り込んでましたみたいなツイートしてたじゃないですか。私はそう、ほぼお家在宅人だったからね。メルミオいいよね。ね、なんか今さ卒業発表をしてるフォーテートグループのメンバーとか多いけど、あのコンサートとかがさ中止になっちゃったりしてるからね。明日無事に開催できることがすごくありがたいことだなって思います。帰宅中なのでまた来ます。また来て、気をつけて帰るんだよ。背後に気をつけるんだよ。あと排水溝、ドブから出てくるあのお化けとか気をつけて帰ってください。クロさんラブレターありがとう。これ手が伸びてきたら怖いから。何が一番危ないですかね、夜道は。でも徒歩じゃないかったら大丈夫か。でも夜道はなんかあれだね、動物とかが あの飛び出してくるから危ないね、運転してても。そんな田舎じゃないかな、私の住んでるとこだけか。それはタヌキとかイノシシとかそういうのは出ないか。まあ、でもなんかさよく言うじゃないですか、春とか夏になるにつれて変な人増えるみたいな、変質者が増えるみたいな言うから、みんなも気をつけてください。よく言うよねそういうので。黒着てるからなんかちょっと白飛び気味じゃないですか。気をつけられるが、じゃあみんなも気をつけてくださいね。あのちょっと怪しい動きとかして誰かを怖がらせないように気をつけてください。皆様、神戸イノシシ出るの、出るの、都会なのにね。イノシシとモグラとか、おばあちゃん家にさモグラの穴みたいなのがいっぱいある、畑に。家にじゃないよさすがに畑にだけど、
なんかモグラの後だよみたいな。あとよく田舎の畑とかにさ、棒に CD のキラキラが反射してるやつ、カラスよけみたいなやつよくあるよね。あと猫よけのペットボトルみたいなあるよね。こんばんは。で、私も気をつけるね、明日あの職質されないように気をつけたいと思います。みんなもね気をつけて。まだされたことないんですよね。猫よけどうなんだろうね、効果あるんかな。でもさ、人間でもそうだけど人によるとかあるじゃん。例えばもしあの自分たちが猫側の立場として、人間はひよこ豆が嫌いだから置いとこうって言っても、私みたいにひよこ豆が嫌いな人間もいれば、ひよこ豆が好きな人間もいるじゃないですか。わかんないよね、どうなんだろうね。ひよこ豆こんばんは。神戸久々に行く。神戸いつぶり？ツアーぶり？夏ぶりかな。神戸行くの緊張だね。何回目？ 1,2,3,4 回目とかかな。神戸行くの4回目のような気がします。オーディションで神戸ロケと僕隊の公演で、3回目が夏のツアーで、明日かな。どうだろう、どうなんでしょうか。ドキドキ。やすべさん、レインボースター10個ありがとう、ありがとうございます。ハリーポッターメダルのひげおじさん、だるまありがとう。4回目だ、明日は緊張です。みんなは緊張しないんですか？私は緊張だよ、とっても。でも実感がまだ湧いてないかも。そんなに今日ほなたんさんにさ、あのほなたんさんと私が好きなムースっていうアイスがあるんよ、九州の。でそのムースが今ね、あるコンビニで、某コンビニでね、九州フェアみたいな人ってあるんですよ、そのムースのアイスが、そこのコンビニだけで。前にほなたんさんが2年ぐらい前にツイッターでそのアイスの画像、そのアイスの大量の画像をねツイートしてたから、で、そう、数字のところです、数字7と11のコンビニね、赤と緑、オレンジと緑のコンビニで、今日ムースの販売始まりましたねみたいな話しかけてしまったアイスのこと。早くこれほのたんさんと話したいってずっと思ってたんですよ、私先週ぐらいから。でずっと忘れとって、で今日話したらいいなと思ってたら、ちょうどすれ違ったから、すれ違う瞬間に言えたもっとちゃんと話せばよかったけど、すれ違う瞬間に一瞬話しました。アイス九州フェア、他何があるんやろう。ムースと、あとなんだろうね、明太子系か。ガリガリ君、おお、評価ですね、評価評価。何があるの他、九州フェア。でも昨日山口でロケだったんですけど、山口もさコンビニ九州フェアしててさ、広島でも九州フェア見て、山口行っても九州フェア見てさ、実家は九州だし、なんかすっごい九州って感じだった。
ューシュー。お弁当コーナーもある。見てみようかな明日。何食べようかね明日は。お昼ご飯とか何にしようかな。多分夜とかはお弁当があるかもしれんけど、お昼は多分ないから、何食べよう、何がいいんだろうか。むくまないもの、でもお腹にたまるもの、でもお腹がいっぱいにならない衣装がちゃんと入るもの、何しようかな、何買っていこうかな、どうしようかな。多分コンビニで買うことになるけど、ヨーグルトにしよう。ヨーグルトと、オイコスヨーグルトは絶対食べるんですよ。あとプロテインバーと、でも逆に塩分取った方がいいのかな、汗かくから悩むね。ちょっともう触ったら赤くなっちゃう顔が。バナナいいね。バナナにしようかな。バナナ、プロテインバー、ヨーグルト、終わり。多分神戸で買い物はできないので無理だ。神戸のものとかは食べれないです。普通に広島で買ってから行きます。決定しました。明日朝から配信します。何時になるかはまだ決めてないけど、何時にするかまだ決まってないけど、朝すると思いますね。夜は多分できないから朝します。だから明日のコンサートの感想とかは明後日の配信ですると思います。メールもどうだろう、ギリ送れるかとかじゃないかな。コンサートが終わってから、他のなんかコンサート終わってなんかご挨拶とかストレッチとか反省会とかなんかそういうのがあったりするので、だからそうですね、終わってギリ遅れるかぐらいになると思うんですけど、よろしくお願いします。その5時とかそんな早くないです。全然早起きじゃないから。何時にしようかな。でも私まだね、多分配信中にスケジュール来てるからまだ見てないんですよね、集合時間。そこから逆算して決めます。何時かな。そう、昨日と今日4時に起きたからさ、絶対目が覚めると思うんです。絶対覚めるよ。予約入れます、もちろん入れます。こういう時は入れてる。なんなら9時半ぐらいに配信終わればメールでも明日の配信時間遅れます。大丈夫です。何時だろう、集合場所までだいたい徒歩とかで行くんですけど、なんかテレビ局とかでもどこに行くにも1時間以内だったら徒歩で行くんですよ。でも荷物が多い時とか、メイク道具があるとかキャリーがあるとか、お泊まりの日とかは重いから歩かなかったりするので、それで逆算すると家を出る時間とかもさ逆算してなったら、ちょっと未定です。未定なのでまたお知らせします。安部さんペンライトありがとう。今日は日付変わる前に寝たいと思っている。今日は昨日は10時半ぐらい寝ました。10時半ぐらいだったから今日は11時とかだったらいいかなって感じ。です。
もう最近もうね、まぶたが閉じてくるんですよ。昨日に関しては配信終わっていろいろまとめ作業、今日のリハのまとめ作業とかしたって髪を取ろうと思ったら寝てただけなので全然偉くないんです。普通にメイクを落とさず寝てるから、寝てるというか髪のつもりで6時間寝てるからダメなんですよ。昨日は全然偉くない。でそっから起きてやばいと思って急いでメイク落とした。でその数時間後にまたメイクするっていうお肌には申し訳ないけど、でもなんかリハの時とかにメイクせずに行くとやっぱモチベーションが変わるじゃないですか。自分の顔とか鏡とかで見たりすると、だからそうお肌をね休める日を作らないといけない。そろそろ最近毎日メイクしてお肌を痛めつけてしまって申し訳ない肌に。でもなんか今メンバー花粉症のメンバーとかが花粉でめっちゃ肌荒れするって言ってます。わかる。私もね多分肌荒れに出るタイプ、あとくしゃみがすごい出る。でも多分軽度ですっごい軽くって感じ、そんな重くない。メンバーによってもうずっとくしゃみが、くしゃみ5連発ぐらい出てるメンバーとか花粉症でいるからわーってなる。なんか耳鼻科自体思い出しますね、花粉症って。この時期なんか花粉症の患者さん多かったなと思って。そう早寝部です。今日はアナと帰ってきた。アナねえ花粉ね、でも急になるって言うよね、だから怖いですね、油断できないね。あ昨日もさロケの時にマネージャーさんがずっとくしゃみしてた花粉症なんですって言って、すいませんみたいな、花粉症で、でもめっちゃ可愛いくしゃみくしゃみたいな。受付以外に助手とかはしてないです。看護師さんがいらっしゃったから、私の耳鼻科はなんか町の小さな耳鼻科って感じで、だから受付とお薬詰めたりとかはしてました。でもそういう患者さんと診察とかするのは先生か看護師さんだった。すっきりした。嘘、全然今太ってる時期ですよ。やばいですよ、太ってますよ。多分いつもこうやって顔が近いからじゃないかな。顔が近いのとこうやって猫背で話してるから。今日は引きだからか。くしゃみ、え、くしゃみ可愛くしたいよね。私あんまくしゃみ人前でせんのよね。配信でもくしゃみでそうだけど、いつも我慢してる、出そうになっても。絶対可愛くないくしゃみ、へくしゃーみたいなくしゃみしちゃうから人前では出ない気がする。なんかさくしゃみ出そうだけど出ない時あるじゃないですかみたいな、それになっちゃう、我慢しすぎて。くしゃみ、
お腹はお腹の音は制御できんけど、くしゃみは、まあ、どうにか頑張れば大丈夫。まあ無理な時もあるけど。こんばんは、パセです。もうじゃあもう明日の髪型まだ決まってないんですよね。どうしよう、どうしよう。あ、シュッとしたって多分ハーフアップしてるからだと思います。髪の毛をまとめてるからだと思う。いつも下ろしてるから多分そうだ。髪型でだいぶこう顔周りの印象って変わるから、明日は悩みますね。どうしよっかな、悩むな。衣装とかも今頭の中でこうやって考えてる。衣装と合いそうなやつ、なんだろう、なんだろう。そう、明日雨なんですよ。気をつけてくださいって、ありがとう、優しい。こんばんは。そっか、雨か、湿気だね。本当だね。前髪は今短めだから巻かずに入れるから固めればいいんですけど、そうだね、巻いちゃうと取れちゃうね。どうしよう、巻くべきか巻かぬべきか。そう、最近固めてるから、固めてるかお風呂上がりだから落ち着いてます。今日も固めてるけど、多分固めた時に偏ってて、ここがちょっと空いてる、こっちに寄ってる、ちょっと固まってます。パリパリです。明日のメイクさんにもよるかもしれない。サイドポニー、サイドポニー反対派のメイクさんだったらサイドポニーはもう絶対してもらえ、サイドポニーでお願いしますって言ったらダメよって言われるからできない。髪広がるんですよね、雨の湿気で。メンバーみんな前髪が決まらないとか、公演の日大体雨なんですけど、なぜか牧祭の日とか雨の日が多かったりするんですけど、みんな髪の毛がーって湿気がーって。また明日の気分で決めたいと思います。こんばんは、やっほー、パーセだよ。あー、緊張緊張。逆サイドポニー、こっちですか？しないですね。こっちの顔が好きだからこっちしかしない。ポニーもなんか、ポニーは静止画で見ると何もここがない状態になるじゃないですか。だからそれが嫌でめっちゃハーフアップするんですよ。ここにあった方がこうシュッとして見える気がして、これよりなんかこっちの方がいい気がして、最近ポニー全然してない。昨日は食べ物を扱うから三角巾をかぶったんですね。三角巾で髪がここにないようにしてくださいって言われたので、あれはもう自分で決めたポニーではなく、そんなしないといけない系のポニーでした。全部まとめないといけないってなって、でポニーにした。悩むね。明日全員コンサート出るから、そんな一人一人に時間かけれない気もするので、多分簡単な感じのアレンジかなと思います。こんばんは、瀬戸りね、楽しみですね。明日の会場、確かにそうね、
どれくらいのキャパ数ですか？舞浜よりも大きい？黒さんパフェありがとう、美味しそう。あ、スタバの新作飲みたい。悩む、明日まで悩むね。髪型はニコ生でパセリ探します。探してください、ありがとう。いっぱい探して一人しかいないけど、いっぱいお探しください。ポニーポニー。恋ラジの日もさ、髪の毛悩むね恋ラジの感謝祭あってからの僕体だから悩みますね。雨かな晴れかな。来週なんかお天気ちょっと悪めだよね。広島曇りとか雨とかだった。わー、お腹空いちゃった。もうダメだよ、9時過ぎたからね。ぷよぷよになっちゃう明日。舞浜2170、神戸2112だから舞浜が若干キャパ多い。あ、そうなのか、そうなのね。じゃあ舞浜5周年、でも5周年の時に最高のあれか、キャパ数になるってことか。私のこれまで立ったステージだと緊張です。でもちかっぱどれくらいなんだろう。ちかっぱ祭パセリが可愛いと巷で話題だよ。どこですかその巷はどこだ。見つけてください。パセリだ。あ、パセリ。あ、パセリ。あ、パセリ。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 で見つけてください。絶対絶対見つけてください。私も見つけられるように頑張ります。配信の画面を通しても見つけられるように頑張ります。こんばんは。今日もお疲れ様です。みんな。今日はどんな一日でした？皆さんは何をしたんですか？私は一日室内で踊ってました。みんなは何を食べたかい？何食べたの？仕事？お疲れ様。ピザポテトのジェノベーゼ、ピザポテトのジェノベーゼ、すごいね。すごい、もうカロリーの名前がボンボン、ピザポテトジェノベーゼすごい。歯医者に行くために外に出た。えらい歯医者、えらい歯医者。バナナ、社食のカレー、お好み焼き、サラダ、サウナ行った。いいね。貝、シューマイ弁当、唐揚げ弁当、うどん、ガーリックとお肉のピラフ、わーお、午後一の豚まん、焼肉、ベビースター3本、なんて、ベビースター3本、こんなんや、こんなんじゃないですか。チャーハン、クリスピーチキン、餃子、チーズケーキ、陸郎ですか？玉ねぎの旨味が効いたうどん、いいね、甘そうだ。お寿司食べ放題？何ですかその夢のような響きは。豆腐、お稲荷さん、パセリ、ほんと？ほんと？長浜ラーメン、カレーの煮付け、うん、いいね、美味しそうだね。みんな食べたい。
ですね。地震対応お疲れ様、お疲れ様です。チャーハン餃子チャーシュー丼、マリンメッセビーカーのキャパは6000。わあ、待ってください、6000びっくり。じゃあ舞浜より大きかったってこと？ちかっぱ。しかも STU のファンの方だけじゃなくて、いろんなアイドルさんのファンの方がいたと思ったらすごいですね。わあ。いいね、みんなおいしいものたくさん食べて。いいよいいよ。ゴンケさん、タコありがとう。タコ5匹。すごい、6000って。楽しかったな、ちかっぱ。でも一瞬だったんですよね、本当に一瞬に感じた。もう緊張して出て、あっという間に終わってって感じだった。だってね、楽屋の前とかをノイミーさんが通るんです。あのテレビで見てたとか、衣装とか YouTube のさ、あのあれをよく見てるから、ミュージックビデオとか、本物だって思いました。パス、今何食べたいかな。そうですね、そうね、なんだろう。でもね、今日もアイス食べたんですよね今日ムースを食べた、ムースアイス食べた。なんだろうな、食べたいもの。スタバのフルーツ牛乳と、あとは、カツ丼、カツ丼食べたいかも。カツ丼と、あとは何の気分だろうな。自分が何食べたいか本当に分かんなくて、私だから公演終わってなんか食べようと思ってコンビニとかメンバーと行くんだけど、メンバーとね、何食べたいか分かんないねって言って帰ってくるとりあえずアイスだけ買って帰ってくるみたいな感じです、いつも。お寿司いいね。カツ丼に生クリーム合わなそう、合わなそうだよ。何食べたいだろう。何でしょうね、何だろう。あ、でもチキン南蛮とか食べたいかもしれない。チキン南蛮定食どうですか。すき焼きはこの前ね、一人しゃぶしゃぶ行ったんですよ、初めて。なんかずっと去年の秋ぐらいからさ、一人しゃぶしゃぶに行くのが今年の目標ですみたいな言ってたんですけど、やっと行けて、すき焼きにしました。タレの味、タレスープの味をすき焼きとノーマルのにした。なんだろうね、明日なんでしょうね、お弁当。すき焼き、しゃぶしゃぶのさ、タレいつも迷うんですよね。あの辛い系のやつだったら最後に中華麺とか入れたら絶対美味しいだろうなと思って。でも私締めをしないのよ、お鍋食べても。締め、やっぱタンパク質じゃないや、炭水化物だから、締めはちゃんと我慢しました。お野菜と豆腐とお肉でした。回らないお寿司食べたことない、食べてみたい。緊張しそう、でも田中美穂の気持ちになれそう締めないです。しかもなんかアイスが選べたんよ、1個だけ。ア
アイスかケーキかみたいなの選べて、食べ放題じゃなくて1個だけで、それでヨーグルトアイスにしたんだけど、最後じゃなくて席に着いてお肉を何枚か食べた後に途中で注文しましたでね、食後でいいですかって言われたけど、あ、今すぐでお願いしますって言って頼みました。食後よりあのご飯の間にデザートを挟みたいタイプ、なんなら一番最初にデザートを食べたいタイプですね。でも回らないお寿司はちびまる子ちゃんのねやつを思い出す。友蔵がまる子に回らないお寿司を食べてほしくて連れていくんですけど、でもお財布がさ、お財布問題で自分は安いのを食べようって思ったのね、友蔵は。でも友蔵が頼んでたのが実はすごい高いっていう、しめ鯖がすごい高かったっていう話があってね、それを小学校の時に見たんですよ。それから怖い、こう値段の書いてないお寿司とか、そういう値段の書いてないお店とかあるじゃん、メニューに。そういうの怖い。デザートはね、間がいいですよ。こんばんは、やっほー。ね、友蔵いいおじいちゃんだよね。でもさ、アニメとかってあれあるじゃん、なんか都市伝説みたいなやつ、そういうのをね見るのなんか好きなんですよ。ちびまる子ちゃんもあるんかな、都市伝説。よくジブリとかであるよね、都市伝説、トドロとかさ、あとはなんだろう、千と千尋とかあるじゃん。ローラースーダ懐かしい。そう、多分それだ。そう、それかもしれん、その話だ。リアルとは違うらしい。あ、それ聞いたことあるかもしれん。なんかマルコの理想のおじいちゃん像を描いてるのがそのアニメとかの友像みたいな、聞いたことある。確かに。おしメール送りますよ、犯人終わる予定通り終わります。明日の配信時間を決めないといけないので延長せず終わる。もうなんかすっごいね、ここが気になる。このマスクをしたらここがふわってなるのが気になる。ハマジが実在するらしい。ハマジ、長澤くん、縁側、エッセイね、なんかね読んだことある、何か一個だけ。なんかすごいさ、考えが深いじゃないですか、さくらももこさんって。そういうの読んでるとなんか自分にない考え方とかすごい見つけられて、すごくいいですよね。妹が持ってたかもしれない、もしかしたら。妹が持ってたか、妹が図書館で借りてきたかで読んだことある。妹、なんか妹が持ってる本とかもね結構読んでたんですけど、全然最近読めてないですね。本買ったんよ、この前。この前っていつだったか忘れたけど、最近買ったんですけど全然読めてないですね。ゆうきにゃんハートありがとうございます。
清水市の博物館って見ました。おお、博物館とかあるの、行ってみたい。いいですね、楽しそう。いろいろ展示されてるんですか。行ってみたい。いいですね、そういう旅行したいな。文章書く才能ないと思う。みんながなんかめっちゃ褒めてくださってすごい嬉しい。なんかさ、こうやって喋るより文字に起こした方が頭が整理できる気がする。なんか喋るときね、なんかって言っちゃう、なんかなんかなんかって言っちゃう。パンちゃんも多分一緒、なんかから始めちゃう。喋る瞬間に脳内でさ、これ話してこれ話してって順序立てるのがすごく難しいなと思う。エッセイ、パセのエッセイ、パッセイ三松屋、ああいうなんか地元感ある町っていいよね。スケモンさん、バラありがとう。ナナさんとの思い出は、ナナさんとの思い出は、そうだな。でもね、ファンの皆さんに話してないけど、いろいろ相談乗ってもらったりしてました。そう、でもみちゅさんでもそう、あとソラハさんよく相談乗ってもらってた。あとはね、やっぱり1年前に神戸の公演で一緒に出たので、その時に本当に初めてぐらいで関わるようになって、で連絡先交換してからいろんなお話したんですけど、絶対忙しいと思うのに丁寧に返してくださるナナさん。私がこう何か送ったら、それに対してこう内容もしっかりした結構長めの文とかで返してくださる。ゴンベンさん、おもかステラありがとう。ゆきさん、バラありがとう。ナタボもありがとう。ね、30分になりましたね。終わりますか、そろそろ。ねえ、パセ何するんだろうね、将来何がしたいか全然わからない私なんだろうね、なんでしょうね。今仕事終わったの、お疲れ様。偉いね、遅くまでお疲れ様です。クロさん、ありがとう。スタンプありがとう。なんかね、ちょっと待って、配信終わる前に言うべきかどうかを迷ってるんですけど、なんかね、前にね、ユミリンさんのメールを立てたことがあって、あの入ったばっかりぐらいの頃に先輩のメール見て勉強するのもいいと思うよってマネージャーさんが言ってて撮ったことがあるんですけど、その時にね、あのユミリンさんのメールに配信はみんなが見てるあれだから、なんかその話の流れに沿ったこととかをやっぱ話すから、なんですか、そのなんていうの、コメントとかでこう自分だけを見てほしいっていうのはやっぱりこう、なんだろう、そういう自分だけ見てほしいとかだったら、お話とかお話し会とか、なんかまた別のところとかで
しましょうみたいなのを書いてて、ゆみりんさんが昔メールで、そう、それを読んで私もそうだなと思って、1年ぐらい前かな、1年か1年半ぐらい前ぐらいに、ぐらいってちょっと読んだんですけど、そう、まあ難しいけどね、なんて言ったらいいんだろうね。ゴンケさん、お断りありがとう、お断りありがとうじゃなかったお断りしてないね、お断りですお断りありがとうは初めて言ったかもしれない、お断りですもう今テンパってるんですよ、どう、ちょっとこの言葉選びでさ、ちょっとなんかあれじゃあみんなも嫌な気持ちになるかなと思って、なんかどう言ったらいいかなって、誰も傷つけずに私の考えてることとかを伝えようっていうのを考えすぎて、いやテンパってるの、お断りありがとうございます、お断りありがとう、めっちゃド M の人の、なんか今日遊びに行こうよ、お断りです、お断りありがとうみたいな、すごい会話だね。そうですね、あんまり個人個人とお話しするというよりは、でもこうやって言うとさ、お話からの催促みたいですごい嫌なんですけど、そういうことじゃなくて、そういうことではなく、あの流れとか話の流れとかがあるからですね。こんばんは、そうですね、お断りありがとうって何ですか、流れを変えてごめんなさい、全然全然、私もなんか話をさ変えたい時あるじゃないですか、でもトークテーマがこう思い浮かばない時とかはすごく助かってます、ありがとうございます。コメントをね読んでもらえる、読んでもらえるようにコメントするよりも、なんかこう会話をしてる感じでコメントした方が私も読めるかなと思います、うん、なんかコメントを読んでもらおうとしすぎるとさ、会話が噛み合わないことあるじゃないですか、例えばがちょっと思い浮かばないけど、なんて言うんですか、ね、そう、コメントを何て言ったらいいんだろうね、まあ今日は皆さんもやもやせずに寝ましょう、そう、もうもやもやせず明日に備えて寝ましょう、そうしましょう、なんて痛いんだろうね、そう、ガヤみたいな、いいぞいいぞみたいなフ目は通してるんだけどね、この後配信あったら絶対私もやもやする、もう、そう、生まれればラッキーぐらいで、でも私もなるべくこう拾おうと思ってるんだけども、そうですね、まあ、難しいところですね、
でもなんかこうやって言うとさ、普段コメントをする勇気がないよって方とかもね、お話し会とかでいらっしゃるんですよ。で全然気軽にしてくださいって言うんだけど、こうやってさちょっと真面目な話をすると余計しづらくなるじゃないですか。だってね、コメントをしてくださっている方だけじゃなくて、そのラジオ感覚とかで聞いてくださったりとか、お仕事中とか家事しながらとかなんか聞いてる方もいるからね。そう、難しいですね。なんか自分ファンの皆さんは自分とその他のファンの皆さんがいるわけじゃないですか。自分以外のファンの方、パセリがいて自分がいて、それ以外の自分以外のファンの方がいて、なんか他の方が読まれてるように感じるかもしれないけど、そう、読まれ、やっぱ自分以外が読まれてると、あ、みんな読まれてるなと思うかもしれないけど、その人もコメントした人も、例えば自分がいて A さん B さんがいて、 A さんも全部コメント読まれてるわけじゃないと思うしって感じです。そう、こんばんはって言って、こんばんはっていうこともあるし、何か質問が来て返すこともあるしです。こんばんは。そう、私も今日の配信で誰を何回読んだとかをさ覚えて、今日は誰々さんを何回読んで、誰々さんを何回読んでとか、もうそんな覚えてないので正直さ、皆さんコメントすごい考えてさ、パセリが傷つかないように優しく言葉遣いとかしようとして考えてくださっているから、こうやって言えない、言うのもなんかすごい申し訳ないんですけど、そうそんなのしてないからさ、なのでこう他の人も見てるだよっていうのも理解してもらえるとありがたいかなと思います。いかに笑わせるかを考えてる芸人だね。でもみんなにさ読まれないと思われるのもあれだから悲しいじゃないですか。私もさメンバーの配信とかでコメントするけど、普通にスルーされることありますよ。メンバー同士でも気づからないこととかあるから、とは何ですかね、アバターで、アバターの色味とかでさ、例えば白のアバターが並んでて違う色がボンってあったら目が行くとかもさあるじゃないですか、そういうの。話せば話すほど何を喋っているか分かんなくなっちゃう。滑ったら滑ることは考えずに、もう全然何でもお話ししてください。じゃあ私はもう明日に備えて寝ようと思います。一旦気持ちを切り替えようと思います。めっちゃお腹鳴っちゃった、もうお腹が空いちゃったよ。ありがとう、今日も皆様、この後メール送ろうと思います。私の考え方間違ってたかな、大丈夫かな。ありがとう、明日頑張ります。
楽しんできます。配信で見る方も会場で見る方も。なんか汚い袖、大丈夫か。よろしくお願いします。体調管理気をつけます。ありがとうみんなもお疲れ様でした。また明日も頑張りましょう。明日金曜日だからお仕事の方とかもね多いと思うので頑張っていきましょう。じゃあまた明日です。壇上見ます。いきます。13位亀さん。何何ですか。とろける角煮まんじゅう美味しいよね。11位渡辺さん。10位ジノラニカウェグレさん。9位ジロテンさん。8位ラクさん。7位ヒリオスミさん。6位クワドリさん。5位ゴンケさん。4位しんちゃんさん。3位クロさん。2位ゆうたくん。1位ヤスベイさん。ありがとうございます。では明日は来る方は気をつけて、お仕事の方も気をつけて、配信の方も気をつけて、明日も楽しく過ごしましょう。明日の配信時間をメールでお知らせします。おやすみなさい。バイバイ。